ついに来たついに、来た貴重品が今日はちょっと思いのほかねこう頼んでたものが早く来ましてそれをちょっとシェアハアプしたいと思いまして。バババーン ですねそうですサングラスを僕は <laughs> 発注してましてそれがとうとう今日来たんですしかもこのサングラスはただのサングラスじゃない世界に一つだけのサングラスですオーダーメイドですねまあ、今なんかレイバンの 公式のホーームページ見ていただけければ分かるるんんですけど自分ででですすど自カスタマイズできるんですよフレームレンズでレンズの色とかなんかいろいろカスタマイズして自分だけのこうレイバンを作れるっていうサービスがありましてそれでね僕は頼んでたわけなんですよ。で予定だと3週,3週間かかるとか言って言われててよあのね届くの予定が確か5月の頭とかだったんですけどもう来たんですよね。 なんで今日はそれをちょっととシェアハッピーしたいと思い思ますまずケースーンケースからもうここにね入れられるんですよ文字を見てくださいこれこれ僕の名前と628円とこれ安っぽいのがいいでしょうねパチモンかって思われるくらいこれ安っぽいんですけどこれ本物ですからねあえてこのねこのダサいダサい628円これ628円は えっと僕の誕生日ですね誕生日600僕6月28日生まれなんで628円としてましてまあ漢字もねこう書きますまあバレちゃったけど、うん、まあこのチープさがいいでしょうケースケースから変えられるんです <laughs> で中身はおおやだねなんかヒカキンみたいでやだけどバーン かかるかなこれうわいけてんなこれねあのかカメラじゃカメラ越しだとちょっと分かりづらいかもしれないですけどオレンジオレンジなんですねベースがでこう光の加減によってなんかこの水色っぽくもなったりするっていうこのミラーのミラーのねレンズなんですよね いいね。でもミラーに映って机の上が汚いのがばれるー。いいですね。これはないんですよ。だから、現行のモデルでは。既製品ではこれがなくて。<laughs> このレンズと、このフレームですね。このフレームも、これがね、あのね、マットシルバー。マットなシルバーなんですよね。なんで、なんていうんですかな本当ね、ほんとに、眼鏡。 メガネのフレームみたいな細いフレームででここですねここもクリアの何ていうのかここの耳かけるところねここもクリアにしましたこれネット限定だったかな確かこのクリアしようでポイントポイントポイントここにも文字が入ってるの見えますか見えるかなあこうやろうか見えないかここにピントあってくれ 合わねえなここにもね文字入ってんだよここにこの内側にここにも松本涼太入ってますこっちは見えねえかな628十八に入ってんだよねだからこれこれだねこれがこの両側の内側にも入ってて入れられるといいんじゃないいいね おちょっと HG みたいだけど <laughs> いいよこれおすすめしてますでもちろんこれはメイドインイタリーですメイドインイタリー、うん、なんかイタリアの工場に一応頼んでね発注してるらしいその何ていうかなバリエーションをだからメイドインイタリーですうん この高級な音するでしょ、これこれのカツッカツッカツっていう音なかなかいいですよ僕はこれラウンドメタルっていう型ですねベースは形としてはラウンドメタルっていうこの丸丸レンズのメガネがベースですねな,なんですけどほんとねいろいろあります 普通のウェイファーラーとか普通の形とかねリアドロップとかいろいろあるんで作ってみるだけでもただなんですよあのあ作るっていうのはまあデータを作るデザインを作るっていうだけだったらただでできるんでそれで結構いろいろカスタマイズしてやってみると面白いですよこれでちなみにレンズは何だっけなグラディエントフラッシュだっけなオレンジグラディエントフラッシュかな確か まあ一応こうオレンジでグラディエントなんでグラデーショングラデーションっていう意味だと思うんですけどねグラデーションでこれ下に行くほどちょっとなんか青っぽくなったりするんですねうんちょっとわかりづらいですけどねミラーのレンズで今年の夏はこれでバチバチにバチバチにバチバチにガチガチでいこうと思ってるんでよろしく